はい、誠司です。今日はですね、沖縄のね、住み心地のいい街のランキングっていうのを、まあ、紹介したいなと思うんですけれども、これはね、大東建託がね、いい部屋ネット街の住み心地っていうのとね、住みやすい、ま、住みたい街ね、のランキングの2020年度版っていうのをね、やったので、それを、まあ、伝えたいんですけど、じゃあね、前にね、僕が動画で、住みたい街っていうランキングをね、出したんですよ。で、これは、大東建託とかそういうのじゃなくて、僕が、インスタのね、フォロワーさんが今、1万4000人ぐらいね、お客様でいるので、そこに、まあ、毎週ライブをやってるんですけど、その時に、テーマを決めてね、質問投げかけたりとかしてるんですね。で、それの質問っていうのが、沖縄に移住した時にね、住みたい街ってどこですかっていうのをね、質問投げかけたんですよ。で、これのランキングの5位っていうのをね、発表したんですけど、これが結構ね、好評いただいたので、まあ、それと住み心地のいい街、まあ、実際住んでる人たちがね、答えてると思うんで、じゃあこれどんななってるのかっていうのをね、出したいなと思って、見つけたんでね、今日はそれを発表したいなと思います。はい。で、ちなみになんですけど、前回ね、僕がまあ、住みたい街っていうのをね、ランキングした時っていうのは、まあ、下のね、概要欄にも貼っておくんですけども、見ていただければ詳細とかもね、出てくる、ちゃんと細かく見れるんですが、まあ、一応ランキングとしては、5位がね、那覇市とうるま市。これ、同率だったんですね。で、4位が読谷村ですね。で、3位が名護市。で、2位が恩納村。で、1位が北谷町だったんですよ。北谷とね、恩納村っていうのがすごい拮抗してて、まあ、飛び抜けてね、票は多かったんですけど、まあその中でも、チャタンと。やっぱり、まあ、ライブでね、聞いて話したりとかしてるときには、やっぱまあ、おしゃれじゃないですか、街が。だまあ、おしゃれな街にね、住みたいなってことだったりとか、やっぱり、交通の便もいいし、っていうこともあって、やっぱチャタンだよね、っていう人たちがいっぱいいました。じゃあね、それに対して、今回の大東建託のね、ランキングっていうのはじゃあどうかっていうことなんですけど、まあ結構ね、まあこれ僕の意見もね、言いながらちょっと話していきたいなと思います。これ多分ね、本当に住んでる人たちがちゃんと答えてるはいると思うんですけど、うん。で、まあ発表していきましょうね、これね。はい。で、住み心地のいい街ね、沖縄の。5位からいきましょうか。はい。で、5位がね、南城市でした。南城市。一応ね、住みたい街のランキングでも、まあ、6、7位ぐらいだったかな。には入ってたんです、南城市ってね。で、今回5位で、その前には7位だったみたいですけど、大東建託の時はね。まあ、5位に南城市が入りました。まあ、確かにね、住み心地いいですよ、あそこ。で、高速もね、長い無料の高速道路っていうのが長く伸びてね、結構ね、住み強くなってると思います。はい。なんで、まあ、あの辺りに住む、那覇にも近いし、だし、住んでてもね、北部にも遊びに行けるしってことで、まあ、のんびりしてるしね、南城市っていうのはね、いい具合の田舎ってことでね、多分人気があるのかなと思いましたね。うん、で、4位が豊見城市ですね。はい。4位が豊見城市。これ、まあ、これももう、まあ、間違いないですよね。もう移住者の方々も多いし、で、僕なんかがライブしてる時もやっぱ、豊見城いいんじゃない、まあ、富城いいんじゃないっていうところでね、出てたりとか、あとは、まあ、YouTube のね、コメントでも、やっぱり富城が一番いいやつさ、住んだこともあるよっていう人もいたりとかして、やっぱ、まあ、富城市ってやっぱ人気なんですよ。で、僕がね、小さい時とかは富城ってね、損だったんですよね。富城損だったのが、町になってね、すぐもう島になるぐらいね、人口がデージ増えて、だからそれぐらい発達した、まあ、成長した町ってことでね、よく取り上げられるんですけど、すごい、まあ、やっぱね、開発も進んでるし、海も近いし、で、マンションとかもね、綺麗なマンションとか、街並みとかもいっぱいできてて、やっぱ確かに住み心地デージいいだろうなと思いました。ただまあ、ここが4位かっていう感じはしたんですけどね。はい。で、次がね、3位ですね。3位が、ハエバル町です。ハエバル。わかりますかね、ハエバルってね。多分、沖縄好きな人じゃないとね、ハエバルとかあんまわからないとは思うんですけど、正直ね、びっくりしました、ハエバルって言われて。わからしたら、あんまりハエバルって逆にね、住みにくいところになるかなと思ってるんですよね。だからもう、道も結構混むしね、那覇のすぐ隣なんですけど、結構混むし、だし、高速、まあ近いとは、かあるからね、まあ今、確かに住みやすくなってるかなと思うんですけど、まあ普通に下から行くと混むしね、だから、別に高速をね、那覇から使うとかもほとんどないさね。一応、那覇のすぐ隣だから。沖縄市とかだったら高速使うとかってのはあるけど、結構夕方も渋滞する。で、遊ぶところもそんなにあるイメージもないんですよ。なんか例えば、
宜野湾の中とかでも、じゃあ前原とかね、そういうところ、普天間とかっていうところは、この市内の中でも盛り上がってるところがあって、まあ居酒屋さんもそうだし、昼間遊びに行くところとかもそうなんですけど、食堂とかね。そういうところがやっぱあったりとかするのが、まあ、早原、まあ住んだことないからね、わからんけど、ないイメージ。で、ワッターから多分ね、周りで聞いてても、早原住みたいとかね、早原住み心地デイジーよっていうのは多分地元の人ぐらいなんですよね。そんなに住み心地いいかって思うぐらいの感じ。で、ちっちゃいしね。でも道も入り組んでるし、大通りになったら那覇池で出仕込んでるし、という感じで、どうかなっていうところあったんですけど、まあやっぱり、ね、住んだ人たちはまあそう思うんでしょうね。まあ3位でした。まあは、ハエバルチョかと思ったんですけどね。ハエバルかと思ってね。まあいい街なんですけどね。いい街ですけど、住みやすいところで、しかも2位にランキングするっていうのは、デジ意外やすさっていう感じでした。はい。はい。で、次ね。次が、2位がね、中城村です。中城村。これもね、知らんでしょ、絶対みんなっていうね。ほとんどわからんと思います。みんなね。で、僕が前紹介した住みたい町の時に、北中城は、いいよっていう話をちょっとしたんですよ。まあ、なんでいいよって言ったかっていうとね、まあ、住みやすそうだなって、自分なんかも思ってるし、近いからね、見ててもそう思うんですけど、中城は逆に住みにくいだろうと思うんですよ。だまず329沿いって言ってね、まあ一本大きい道路あるんですけど、あそこデイジ込むし、だし、まあ那覇に行くって言ってもね、大変だし、高速も遠いしね。だからそういう意味ではちょっとどうかやって思ってはいるんですけどね。まあ、のどかだったりね。あとまあもっと言うとまあ58号線沿い、まあこのね、女さんとかもそうですけど、通ってる、あそこと全く真逆、逆のね、ところの海に面してるところではあるんで、で、高台にもなってるし、まあそんなにまあ、なんか台風来たりとかしてもそんな被害出ないかなとかってあるんですけど、損だしね、だからそういうところを考えるとどうなんだろう、本当に住みやすいんかな、だからまあ終わったからすると中城に住みたいって思うかなとかね、例えば飲みに行ったりとかするときもですよ、飲みに行ったりとかしても、代行でかかるとかね、遊びに行くの、まあ確かに那覇とかも近いし、まあ、宜野湾のね、龍台の近くとか結構盛り上がってるとか、そういうところにも行きやすい。まあもちろんそうあるんですけど、そこから帰るってなると、タクシーとかでもまあね、結構行き来かかるしなとか、あとまあ住みやすさって言ってもね、那覇にアクセスいいわけでもないし、まあ沖縄市にまあ多少いいぐらいかっていうところもあるけど、まあね、なんて言うんだろう、ちょっと混んだらね、大変だしね、中城のところっていうのはね、龍大の方から降りてきても混んでるところもいっぱいあるし、あそこの道はそんなに通りたいやつさ、空いてるから行きたいやつさっていう感じでもないんですよ。だから通勤通学の時に結構混むよっていうのがね、あるんで、どんなかなと思うんですけど、まあそれで、ね、だから2位っていうのがあれなんですよ。これがまあ6位とか7位とか8位とかね、10位以内ぐらいだったら分かるんですけど、2番目になって思うっていうね、感じなんですよね。まあね、そんな中城の物件を見たことはないですね、正直ね。はい。まあ、そんな感じなんですけどね。まあ、中城の人が聞いたらまたあれなんですけど、まあ、いいとこですよ。デイジーいいところなんですけどね。まあ、そういう感じです。で、しかもね、前年ランク外なんですよ。なんでこれ入ってればと思うんですけど、こう、モノレールの影響かなとかね。うん。前年はランク外なのに、今年になったら入って2位になってるんですよね。だからなんかあるんかなと思ってね。どうなんだろう。うん。でも、ただ、ハエバルが去年は2位だからね。ちょっとこの辺がね、ちょっと分からんなって思う。僕が思ってたところは、前話してたと、まあ、名護が1位かなとかね。うん、実際、まじ、うるま市とか、まあ、その辺もそうですけど、名護、南城市とか、まあ、女村と読谷の間とかね。今回もそうですけども、那覇にね、便もいいとか、あと、その場所場所がね、どれぐらい、まあ、栄えてるって言ったら変ですけど、不便がないかも。例えば、スーパーだと、三栄とか、マックスバリューとかね。スーパーが近いとか、渋滞しないかとかね、そういうのをやっぱね、みんな見てるかなと思ってたので、そういう風な感じだと思ったんですよ。だからやっぱり、名護とかだったら、まあ、高速ね、もう一本で行けるしね、広いしね、あんまり渋滞をするっていう形、観光地のところとは別のところっていうのはね、そんなにデイジ込むってわけじゃないんですよ。まあ、住んだことあるからわかるんですけどね。だそういう意味でいいのかなと思ってたんですけど、ちょっとね、まあ、若干僕が思ってることとは違うなっていう感じでしたね。はい。じゃあね、まあ、住み心地のいい街でね、大東建託のいい部屋ネット、街の住み心地ランキングの2020でね、1位になったっていうところはですね、どうですか皆さんどこかなと思うんですけど、まあ、前のね、住みたい街のところもほとんどランキング入ってないですけど、はい。で、1位はですね、北谷町でした。北谷町でしたね。だから、まあ、住みたい町、まあ、綿がやった住みたい町でも1位だし、今回の大東建託の住み心地ね、
住んでみてよかったやつさ、住み心地いいやつさっていうところも1位だったんですよね。はい。で、これがね、でね、この住み心地1位の理由っていうのが、まあ、出てるんですけど、まあ、町役場の対応がいいとか、公園や緑が多い。で、観光施設と住宅の区分がはっきりしてる。これはね、前の時も言ったんですけど、下の方、58号線沿いのアメリカンビレッジとかってのデジ観光っぽくなってますよね。人もデジだと思うし。だけど、もうちょっとね、沖縄市より、もっと中央の方にね、寄っていくところ、沖縄市上がっていくところってのはほとんど住宅街なんですよ。ここはすごい静かで閑静な住宅街なんでいいよねっていう話をしましたね。はい。で、2位のね、中城村の内容も出てるんですけど、静かで綺麗な環境とか、子供が多く将来性を感じるとかね、そういった理由が上がってるっていうことなんですよね。うん。まあ、確かになと思うんですけど、まあ、うん、まあ、まあ、緑も多いしねっていう。だから、茶炭はやっぱり言った通りではあるんですよ。やっぱり住宅もいいし、まあ町役場の対応っていうのはどうなのかわからないけども、結構中心にあって、町役場もね、上等なんですよね。新しくできたばっかりで、結構そういうサービスも多分充実してるのかなと思うんですけど、まあそういったとこもあるという感じでね。で、まあやっぱ住み心地もいいですよ、あそこは。デジ。デジうるさいね。これ、あれですよ。基地のヘリですよ。オスプレイ。デジうるさいんですよ、これ。今もね、撮ってるのがね、6時過ぎなんですけど、これぐらいうるさいんですよね。まあ、帰ってくるかどうかわからないけど、これぐらいうるさいですよ。これ真下通ってるわけじゃないですからね。そう、これぐらいうるさいっていうね、ちょっとあるんですけどね。はい。まあ、そういう感じでした。なので、まあ、1位はね、やっぱちょっとして、もうまたね、と、まあ、全部のやつだとか、ちょっとギャップありますけど、まあ、結構いい、まあ、茶炭が住みたくて、住み心地もいいのが茶炭っていうのは、ステージいいなと思いましたね。で、ちなみになんですけど、ここがね、調査してるのは、まあ、住み心地以外にも、ね、住みたい街っていうのもやってるんですけど、それはね、那覇が1位だったみたいですよ、那覇。うん。住みたい街の那覇。が1位で、2位が浦添。で、3位が茶炭。で、4位が沖縄市。5位は宜野湾市っていう感じなんですね。だからちょっとね、これは、うん、まあ、確かにまあ、そうですよ。またね、沖縄で探すってなったら、全部これ探しますよ、絶対。それぐらい、まあ確かに、あ、まあ便利だしね、いいなって思うところなんですけど、名護とか、うるま市とかね、そう南城市とか入ってきてないっていうのは、ちょっとね、まあ、多分県外の方っていうよりも、住みたいって言っても、これ、まあ、いい部屋ネットのやつなんで、沖縄の人が探してるとかね、そういうのもあるのかなと思ってね。まあ、沖縄の人から目線で言うと、那覇にね、出勤するってなったら、絶対宜野湾とか浦添とかね、富城那覇、この辺りになるっていうのはね、まあ、間違いないので、まあ、その辺りがちょっと反映されてるのかなと思うんですけど、まあ、自分なんかがね、やったね、アンケートだったり、みんなから聞いたものと、の1位の住みたい街と住み心地のいい街がリンクしてたっていうのは、すごい嬉しいなと思ってね、うん。結構いいですよ、やっぱりチャタン。確かにいいです、チャタンはね。まあ、沖縄っぽさだったりとか、アメリカのね、まあ、アメリカの文化っていうか、アメリカの、まあ、感じですね。もともとチャタンは、米軍基地のね、跡地をね、開発したところなんで、アメリカの文化もちょっと入ってるし、基地もで近いしね、嘉手納基地が近くて、っていうのも見えるし。で、さっきもあったんですけど、この観光施設ってなってるところと住宅街っていうのがね、しっかり区分けされてて、で、58号線からね、分かれてて、で、住みやすいと。そんなに人もいないしね。まあ、ただちょっと混むっていうぐらいかな、というところですね。うん、まあ、そんな感じでね、結構、うん、良かったなと思いました。はい。で、これはまあ、毎年やってるんでね、僕なんかも、毎年やって、ちょっと2021年版とかね、出していけたらまたちょっと面白いかなと思います。まあやっぱ移住したい人たちもね、いっぱいいると思うんでね、ぜひ今回の件参考にしてもらえればなと思いますね。はい。で、まあコメントとかね、まあ待ってますんで、まあこんなじゃないとかね、やっぱハイバルいいよとかね、中城いいよっていうのもね、聞きたいですし、まあ他のところもね、またちょっとヒントいただければ、またアンケートとか、そういうのも取って、動画にしたいなと思いますのでね、ぜひコメントもお待ちしてますので、はい、またよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は以上になります。ありがとうございました。